ほろ苦い。めっちゃ近づいてないこれ。やばい。ブーッと。パーフェクト。美味しい記憶試食させてくださいです。させてください。横浜市の50代の女性の美味しい記憶です。短大卒業前1ヶ月間マニラに滞在した。アルバイト先で知り合ったフィリピン人のお姉さんが年末にマニラに帰るときあなたも行くと誘われたのだ。その時お姉さんの実家で食べたのがレチェフラン。甘さが苦手なら多分一口で KO。 私のように甘党なら空を駆け上っていけるほど美味しいお菓子だった。うわ難しい。聞いたことないレチェフラン。美味しいんじゃないですか、ね、楽しみ。見ましょう見ましょう。レチェフランとは一体どんな料理なのか。記憶さんと待ち合わせ。記憶さん、あこんにちは、よろしくお願いします。村井優子さんです。お願いします。レチェフランって、はい、どんな料理ですか。はい、フィリピン版のプリンでとても濃いプリンです。プリン、はい、卵羊羹みたいなちょっと硬い感じの、もうとにかく濃くてちょっと固めのプリンです。羊羹、はい、うん、今からおよそ30年前、友人のエマさんに連れられ彼女の故郷フィリピンへ渡った記憶さん。そこで出会ったのがレチェフランでした。彼女のお母さん、ママが作ったやつ、本場のやつをいただきました。もう美味しかった。もう私は一応作れますけど、もう美味しさとしてはもうとてもかなわない。もっと滑らかで、カチッとして美味しかったです。そんなレチェフランの材料は卵黄、砂糖、バター、練乳。そしてポイントとなるのがこちら。エバミルクはこう牛乳のあの濃いやつ、凝縮したような牛乳を煮詰めて作るエバミルクです。それでは調理開始。入れまして、まずはプリン同様カラメル作りからスタート。お砂糖とお水で、はい、混ぜます。砂糖と水を混ぜ火にかけます。これレチェフランは、はい、フィリピンでは定番の料理ですか。うん、定番みたいです、結構日常的によく作る、家庭でよく作る。ここでよそごとをやるとちょっとえらいことになります。焦げちゃいますね。ちょっとお皿一枚洗おうかなとか、よそごとをやっちゃうとえらいことになりますので、ちょっと目を離さず試練の時です。よし、こんなもんかな。カラメルが効きましたね。うん、そうなんです。峠は越しました。はい、じゃあ入れます。カラメルはバターを塗った型に流し込みます。行き渡るようにこんな感じで。パーフェクトです。パーフェクト、パーフェクト。英語お上手ですね。ありがとうございます。続いてはカスタード作り。卵白を使わないんですね。卵白を使わないんですよ。卵黄を溶いたらここで登場するのがエバミルク。じゃあエバミルク入れます。たっぷり入れますね。そうなんですよ、確かに濃厚になりそう。さらに練乳もたっぷりですね。練乳もね 100g、 こんな入れるんだ。ではありえない配合の日本の国はまあ牛乳だけですよね。フィリピンでは、はい、これが普通のようです。年間を通じて気温と湿度の高いフィリピン、冷蔵庫がなかった時代、甘くすることで保存性を高めていたそう。色がそんな感じに、ゾロゾロゾッと。よく混ぜたらカラメルの上に流し込み。うわあ、これあら、なんちゃってドキドキさせる。ちょっと心配するじゃないですか。水を張った鍋で1時間蒸します。エマさんとここで出会ったと、私があの服屋さんでバイトしてまして、であの売り子としてこう売ってたんですけど、そこにお客さんとしてやって、あの来られて、でちょっと話が弾んで、でちょっと友達になっちゃった感じで、はい、話弾みます、ね、弾みました。で向こうがあのプライベートであの英語を教えてる方で、もう私英文科行ってて、でそれでちょっとやらないって言われて、やりますって言って、遊びでこう彼女の家に行ってこう一緒に料理したりとか、うん、で、まあ、
どっか出かけて、ね、遊んで帰るとかそういうことをしてまして。頻繁に遊ぶようになったある日、エマさんからこんな提案が。毎年里帰りしてるからあなたも来ないって言われて。海外経験はすごい、うん、それがもう初めてで。初めて、はい、本当にもうパスポートを作るところから。当時19歳、言葉も文化も全く違う異国の地へ。不安と期待の入り混じる初めての海外旅行でした。とにかくみんなが明るい、踊る、爆竹なんでしょう、こう爆竹があって火つけてこういうとこやってくるんですよ。真剣に逃げ回ってました。私やっぱりホスピタリティですよね。お客さんをこう温かくこう迎えてくれる気持ちもうどの人にもあって。すっかりフィリピンに心を奪われてしまった記憶さん。当初1週間だった滞在予定は1ヶ月に。その時成人式の年だったんですけど、逆に、はい、マニラでフィーバーしてました、はい、あ、これも一緒の時に買ったやつで、これ結構今でも日常的に使ってるんですよ。30年経った今でも身につけているペンダント。レチェフランは当時の思い出に浸れる美味しい記憶。うん、じゃあいけてると思います。冷えたら完成。ダン。十分に冷やしたら出来上がり。おお。ちょっと私の30年が層になっています。にしてはちょっと薄っぺらいですけど。30 years。マサラップ、マサラップ、その当時のことが全部詰まってます、うん、美味しかった。さあ、それでは記憶さんの村井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。それこそ美味しそう。いただきましょうか、ね、チェフランを。どうぞ。固めのね、プリン好きです。え、すごい。うん、おいしい。食べよ。え、買ったー、すごーい。バターカットするみたいな感じです、はいはいはい、こんなにもっちりと思わなかった。わー、いただきます。うん、もう濃厚すぎてキャラメルみたいになってません？うん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 、もはや生キャラメルみたいな。はいはいはい、おいしい。おいしい、よかったです。でも私もっと甘いのかと思ってました、はいはいはい、全然練乳のいい甘さですよね。大丈夫ですか？よかったです。美味しい。なんかそのアルバイト先でね、お客様と仲良くなること、まあ、あるかもしれませんけど、うん、その人のね、里帰り一緒に行くなんてそんな出会いないですよね。なんかそうなんです、ね、はい、なんか自然な感じでそうなってっちゃって、もう覚えてないぐらい自然な感じ。出会うべくして出会ってらっしゃるんですよね。あとエマさん そのご実家 の、はい、大盛り上がりの様子は。楽しそう。あれは何ですか？なんか一番手前の方どうなってるの？いや、もう片足上げ切って髪の毛うわーなって、女優の森尾茂さんが一番ノリに乗ってる時って感じ。うわーってこうテンション高い時の。なんかやっぱりもう人生変わりました？いや、変わりましたね。ですよね、きっとね、うん、なんか19歳なんて本当に多感な時期じゃないですか。うん、ちょっとなんかパーティーピーポー的なものがちょっと流れ込んで入ったんですかね。入ったの？いい出会いでしたね、羨ましいです、本当に、うん、羨ましい、うん、美味しかった、ねね、ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。耳をすませば料理はほら誰かを応援している。頑張れと頑張る、その間にいつもキッコーマンはいます。おいしい記憶を作りたい、キッコーマン。